バスーン・ソナタと蝶々作品168は、カミー・ユ・サン・サーンスによるバスーンとピアノのための、ソナタである。作曲家の死の年である1921年に、作曲され、サン・サーンス最後のソナタとなった。これ以降作曲された作品は、ピアノのための小曲、アルバムの綴り作品169のみである。限定は、レオン・ル・テリエにされている。サン・サーンスは、 本来も3曲のソナタを書くつもりであり、コーラングレソナタ、ついで、フルートソナタの作曲が予定されていたという。連続して作曲された、オーボイソナタ、クラリネットソナタ同様、ファゴット奏者にとって、重要なレパートリーの一つである。三楽章構成で、演奏時間は12分程度。アレグルモデラート、徒長長、4、4拍子。ピアノの繊細な音景に乗って、 ファゴットが伸びやかに歌う。アレグロスケルツホタンチョウ68拍子。ペーソスのあるスケルツォ。超役音形を得意とするファゴットの特色が生かされている。モルトアダージョとチョ,ウチョウ、44拍子。アレグロモデラート24拍子。シンプルな伴奏の上でファゴットがふんだんに装飾された旋律を歌い継いでいく。穏やかなアダージョが ヘチョウチョウのア音で終始した後、一転して快活な曲奏によって締めくくられる。アレグロ部分を第四楽章に相当するものとみなし、CD などでトラックを分ける場合もある。ありがとうございます。